お願いツインズは日本のアニメ作品。お願いティーチャーの続編。2003年7月15日から10月14日にかけてワウワウのアニメノンスクランブルは国て第12話まで放送された。略称はおねついまたはおねに。2004年4月28日発売の DVD 第7巻に後日談となる新作が第13話として収録された。 2005年7月から9月の間、月に一度だけ、チャンネル猫のアニメエクストラ内で未放送の第13話を含む総集編が放送され、2005年12月にもチャンネル猫で全話一挙放送された。その後も AT、X キッズステーションなどでの放送やネット配信などが行われている。放送開始と同時に月刊コミック電撃大王で漫画化され、 放送終了後には、電撃文庫にて小説化された。なお、アニメと漫画、小説とでは設定と、ストーリーが一部異なっている。お願いシリーズの舞台は、長野県大町市の木崎湖周辺で、学校は、松本市にある旧制松本高校をモデルにしている。なお、脚本家やキャラクター原案などのスタッフが同じあの、夏で待ってるでは、舞台は、 長野県小室市に映っているが終盤に、木崎子などが登場する。これらの舞台に、ファンが巡り歩くことを、巡礼と言い,い、木崎子周辺のお店には、ポスターや巡礼ノートなどが置かれている。放送終了から数年を経ても巡礼に訪れる、ものが続き、舞台となった施設では、原画展などのイベントが開催されていた。2008年9月1日には、JR 信野大町駅で、 アニメの中の多いと潜入条件が発売された。軽井沢での正体不明の UFO 騒ぎで偶然テレビに映った一軒の家を目にしたことが一人の少年と二人の少女にとって大きな転機となった。三人はいずれも幼い女の子二人と男の子が遊ぶ場面を映した写真を持っており、写真の背景にその家が映っていたのである。それから二年後、その一人、 高校一年生の上白麻文は、幼い自分と一緒に写真に写るその家を借りて、フリーランスの在宅プログラマーとして、一人暮らしをしていた。両親を知らず施設で育った、彼は自分の出生を調べていたが、何も手がかりはなかった。そんな彼の下に、彼と同じ瞳の色をした二人の女の子、明るく快活なく動心なと、おとなしくて内気な小野寺カレンが訪ねてくる。 二人とも例の写真を持っていて、自分こそが朝文みと地のつながりを持つ双子の兄弟だと名乗り、半ば強引に居候として同居することになる。どちらが双子なのか判明しないまま奇妙な共同生活を始め、さらに同じ高校に通うことになる三人。やがて深頃もなとカレンはぶっきらぼうだが、優しい朝香るに恋心を抱くようになる。憎しんでなければ、その家にいられない。 肉んであれば、恋人になれない。葛藤する二人は、恋愛同盟を結成して、互いの恋愛を応援し合うようになるのであった。やがて、家の写真を撮影した場所を見つけたことから、可憐こそが、朝文の妹であることが判明する。それと同時に、二人と血縁ではないことが分かった。新美奈は、二人に告げることなく家出してしまう。血のつながりがないから、浅文と、 恋人同士になれる、その思いが強すぎて、朝文を意識してしまい、一緒に住むことができないという深頃主なに、朝文はプロポーズじみた告白をして二人は付き合うことになる。さらに前作からは、縁側小石、山田正臣、マウンヒョウスケ、水澄かえで、なっちゃん、風見初穂、風見真穂のキャラクターたちが登場する。前作からの登場人物の性格などが変更。 誇張されているのは前作との間にリリースされた CD ドラマシリーズの影響が大きい。第6話でお互いが朝文に恋していることを知った新稲とカレンが結成した同盟。同盟規約は以下の通り。どちらが朝文みの肉親かわかるまで朝文に告白はしないもし朝香ると肉親だとわかったらすぐに報告する肉親だった方は、 朝文との恋をサポートする朝香カオルに言い寄ってくる。他の子は武力を行使してでも排除する。私たちはいつも、上城朝文のそばにいる13話は、テレビ未放送で DVD7 巻に収録イベント。草薙背景原画展2008アニメの中の、木崎子2006年8月5日ハットマントラ、ニュースアニメの舞台を、ファン向け駅入場券に、 長野の JR 大糸線普段使用しているのは、カノン EOS シリーズ。7話の沖縄編では、ポラロイド SLR690。ありがとうございます。